チャンネル続いて、セ・リーグのファーストステージ行ってみましょう。DNA 対阪神というところで、シーズン成績はね、DNA16 勝、阪神9勝と、もう圧倒的、まあもうね、ほぼダブルスコアで DNA がね、勝ち切ってるっていうところの強さを見せていきますけれども、まずね、阪神から見ていきましょう。阪神ね、えー、第3位出発。で、先発がね、青柳西行き、伊藤。まあこの3人じゃないのかな で、さずざきは推測しますけども、青柳が、えー、今年13勝4敗、ね、防御率2.05とね、いい形の成績を残しましたけども、DNA に対してはですね、えー、6先発、3勝1敗、効率スタート4回、防御率3.18、若干ね、下げたけども、ま、あここはもう安定的なピッチング。で、でも西勇希がね、9勝9敗、2.18防御率、ね、まあ、シーズンにとってはいい形の成績、1勝2敗、5.21と DNA、ちょっと相性悪いね、伊藤ね、9勝5敗、 防御率。で、対 d n a、えー、5先発、2勝2敗、防御率1.58、4クオリティスタート。だから、青柳、伊藤正志だね、順当に考えたらね、で3戦目、にしがいくのかっていうところもありますけども、もしかしたら才木、最、ま、近、あ、なんか、ダブルス先発用意してるっていうところもあったので、ね、若干どうなるか分かりませんけども、まあ、こういったところではね、青柳、伊藤とね、対 d n a に対しては、まあ、チームとしては勝ってないけども、そこまで、えー、悪くない。だって5勝してるからね。ということは、2人でほぼ半分以上勝ってるからね、まあ、ここは順当かなと。 で打線においてはですね、ちょっと DNA 打線に対して不安が残るっていうところで、大山がね、DNA1.88 打率。ね。で、近本はね、2割8分クリここはワースト2位。対セ・リーグにおいて。しかもね、あの、盗塁もあんまりしきれてないっていうね。で、佐藤2割7分2厘。で、こちらホームラン6本。こちらはね、対セ・リーグの中で一番 DNA にホームランを打っているっていう。で、糸原2割7分6厘。原口3割3分3厘。で、陽川が3割8分9厘。ね、対 DNA。 え、中野、2割5分3厘、こちらね、ワースト2位です。で、東塁なんと0個っていうところでね、どうしたんやっていうね。で、梅の0割8分5厘、え、こちらもワーストっていうところで、若干打線がっていうところもあるんで、佐藤寺の,のね、 一発っていうところと、この原口洋歌がね、あの、非常に良い,い成績残ってるし、洋歌をね、左に対しても相性い,いね。まあ多分原口がファーストに出ると思うんだけども、洋ーの使いどころっていうところがね、まあ向こうは今永石田、浜口とね、3枚3人いるんで、まああとエスコバーとかもね、含めて、この洋ーの使いどころがね、ポイントになってくるのと、やっぱりね、足を。だから多分、 中野、糸原、近本かなこの3人になってくるのかなそのった時だけど、2割5分3厘、2割7分6厘、2割8分クリーンとね、打率。ま、あそこまで悪くないけど、めちゃくちゃいいわけでもない。だからここが滑りして、どこ足絡めながら、ね。でも、大小山がね、タイ n ィ・エンエンに対して、1割8分8厘と今年あんまり打ててないのが不安残るけども、佐てるがね、一発打てるかどうかね。横浜スタジアムなんでね、そこはどうなるかっていうところが気になる。足って考えると、 今年ね、まあ、DNA キャッチャー日替わりかもわかるんないですけど、ミネイ、ね、トーリーソスイーツ3割2分1厘。あんまりね、そんな、あの、めちゃくちゃいいわけじゃないけど、悪くもない。で、まあ、梅野がちなみに3割2分3厘なんで、ほぼ一緒の成績だけども、まあ、足をどこまで軽めながら勝負できるかっていうところはポイント。あとは、このヨーカーの使いどころがね、タイガースはポイントになってくるんじゃないでしょうか。それとね、リリーフのハマチは良かったんだけども、対 DNA っていう成績の中で考えると、湯浅ーーー、対 DNA、防御率3.68。 8試合登板してで岩崎、6試合登板して7.94防御とちょっと失点が多いんだよね、ここもねちょっと後ろが気になるかな対 d n a に対してっていうところがねあるんでまあ、先発ね、ね青柳も伊藤もあ長いイニングね投げれる能力あるんで。 まあ、そんなに早くどんどん変えていっても、まあ、一発勝負になるとどうなるか分かんないけども、若干データ見返すと、ちょっとリリーフもね、対 DNA に対しては不安要するかなっていうところがありますね。さあ、いで DNA というところでね、DNA は、まあ、今永大貫一田浜口っていうところがね、先発として候補に上がるでしょうけど、まあ、開幕は今永でしょ。11勝4敗、防御率2.26っていうね、で、対阪神に対して4先発、2勝2敗、クオリティスタート2回、防御率3.46とね、自分の成績から考えると、 ちょっと相性悪いね。えつ、ー、いて、大抜き、11勝8敗、防御率2.77、今年ね。対阪神1 0発、1勝0敗、防御率1.29。あんまり対戦してないね。で、石田、7勝4敗、防御率2.95。で、今年対西部に、あ、対阪身に対して、4千発、3勝0敗、防御率1.19。で、浜口が8勝7敗、3.36、4四千発。で、2勝2敗、3クオリティスタート。防御率1.82と。石田、浜口がめちゃくちゃ今年の阪神に対して相性が、 すこぶるいんだよね。石田に至っては、対ヤクルトに対して、まあ、1戦発しかしてないけど防御、防御率9点。で、大抜きはね、対ヤクルトに対して7戦発2勝3敗、防御率3.8二4クオリティスタート。で、浜口は、 対ヤクルトに対して3先発2勝0敗1.663クオリティスタートだから誰どう思っていくかが微妙だねま今永頭大抜きも1回しか投げてないけど押し取ってるからね今永大抜き石田かなそれか今永石田大抜きでもいいかなでそしたらもし2連勝できたら大抜きはヤクルトに対してもまあ4クオリティスタートといい形になってきてるし浜口はねまあもちろん阪神にも抑えてるけどヤクルトにも抑えてんだよね そう考えると、今永石田、大抜き。いや、これね、三浦監督がどういうふうに持っていくかね、非常に楽しみだね。俺は今永石田、大抜きかなうんあ。迷うね。浜口でもいいけど、今永石田、浜口でもいいけどね。迷うね。皆さんどうですかで打線においてはですね、大半しね、桑原、二、えー、割6彫り、牧が3割、ホームラン二本。 でもね、佐野はね、2割8分クリーン、ホームラン4本と、打率的にはね、セリーグの中ではワースト2。で、宮崎、2割9分2厘、1本塁打。ここもね、高いんだけども、セリーグの中だったらワースト2。で、外がね、2割2分2厘、こちらもワースト2。あの、だから、セリーグの中だったら打ってないんだけども、全体的に、まあ、外はちょっと打ててないけど、この桑原、牧、そして佐野、宮崎っていうところはね、比較的しっかり打ててるっていうところは、ま、あ16勝9敗だからね、あま、成績見てもこう、防成績。で、ね、キーマン。 発表します。DNA は。大田大使。大阪神4割2分4厘。大セリーグの中で1位。ね、ここは、桑原大田で来ると思うけど、このね、キーマンだね。大田がね。だから、あとは青柳に対してどこまで打てるかっていうところで、あと、青柳に対して言ったらね、森。大阪神3割6厘。12試合出場で11安打こちらも大セリーグの中で1位。大田、森。ここら辺が大阪神に対して、DNA はね、キーポイントになるんじゃないのかなと。 あとは先発がどういう並びでね、この対ヤクルトっていうところもね、考えて、どの並びで投げるか。あとはね、やっぱこの DNA もリリーフっていうところで、まあ山崎康明、伊勢とはね、えー、対阪神に対してそんな悪くないんだけども、なんでエスコバがね、13試合登板して5失点、防御率3.75と対阪神に対してちょっと打たれてるんだよね。まあここら辺も、やっぱどのピッチャーもやっぱり DNA はリリーフが必ず要する。今永以外は。そう考えると、このね、 リリーフも無駄に買いまたぎとかできないんじゃないのかなっていうところがね、あります。で、まあその中でね、まあセリーグも過去ね、29回の試合の中で、えー、日本シリーズ進出したのが1位が11回79%、えー、2位が2回14%、3位が1回7%っていうところで、セリーグは1回少ないから28回かな、出場したのがね、14回の中でね、でパリーグは15回か、えー、っていう中で、だからまあ1位が8割の確率で日本シリーズ。 2位は14%でもね、こちらもね、3位の方が、ファイナルに確率が高いっていうところで、ね、どうなるのか。だから、タイガースはね、やっぱ、ポイントは俺は原口ーカ川ーだと思うね。まあ、その中で先発がどこまで抑えれるのか。DNA は大田と森。ここら辺がね、まあ、でも全体的に打線を打つからね、ピッチャーの並びだね。どういう並びになるのか。いや、楽しみですね。クライマックスシリーズもですね、佐々木総チェックやっていきますので、毎日ね、試合見て更新していきたいと思いますので、そちらの方も皆さんチェックしてください。ということで、クライマックスシリーズ、楽しみましょう 笑。